こんにちはーアカデミー堀秀夫です今日はね、6時間イコール5分と。6時間がイコール5分のわけねえじゃねえかって感じなんですけど、まあ、興味が持てる商品を扱う理由ということでね、えー、私の、まあ、サラリーマン時代の、まあ、実例をご紹介したいと思います。まあ、楽に稼ぎたいなら、まあ、興味が持てる商品を扱った方がいいということ。まあ、扱った方がいいというかね、まあ、楽に稼ぎたいなら興味が持てる商品を 扱うししかないですし、まあ、別に多少は苦労してもいいですよと言ってもね多少の苦労したぐらいだったら興味が持てる商品扱わない限り興味が持てない商品扱ったらね多少の苦労じゃ稼げないというようなねお話です、まあ、儲かる商品探しで一番大変なのは、まあ、新規商品を探すこと、まあ、これはもう誰もまあそうだなというところで納得いく話なんですけどまあねだから ま次の3条件をクリアする商品を扱いたい。売れたら補充が可能。売れてしばらく儲け続けられる商品。売れたら関連商品を見つけられる商品。ねまあ、ここまでは、まあ、なるほどなと、ね。この条件をクリアする商品を見つけるには、興味を持てるジャンルを選んだ方がいい。ここに来てね、なんで興味を持てなきゃいけないのと。興味なんか持てなくたって別にいいじゃん。差額比べりゃわかるんだからという気持ちになってしまう方もいるんですけど、まあ 大概苦労してるで、ここでね、私のサラリーマン時代の、まあ、嘘のような本当の話。私はサラリーマン時代、まあ、1日2時間くらいしか働いてませんでした。ね、なんだよ、それって。普通ね、まあ、みんなブラックで、残業で大変でしたとかいう話なんですけど、私2時間くらいしか働いてなくてね、まあ、他サボって、えー、遊んでたり、なんだかんだしてました。 でなぜそんなことが可能だったのか、ね、これはの不動産あるいは転売が好きだから、興味があるものを仕事にしてたからということですね。でどれぐらい不動産が好きかというと、まあ、不動産、ねえー、物件を見た件数1万件を超えます。まあ、多分1万件以上見てる人って、ねえー、相当仲介長くやっててね、えー、物件見るの好きだって人以外見てないと思います。それから引っ越しも25回ほどしてます。ねえー、賃貸 売買は2回だけですけど、買ったのは2回ですけど、賃貸入れるとね、25回以上ですねえ、してます。なんかねあ、この場所いいねって、この部屋いいねって、住みたくなっちゃうんですね。で、どれぐらい転売が好きかということなんですけど、まあ、職場で仕事をしているふりをして、マイヤーフォークで毎月100万以上稼いでました。ねえー パソコンいじってりゃ、ね、なんか仕事してんのかなっていうふうに見えますけど実はヤフオクの出品やら取引やらしてたわけですねで私が勤めていたのは不動産の転売をする会社ですで仕入れた不動産を右から左に流して差額を取りますで経費が20%かかるので売れる価格から30%安く買わないと損をしますで例えば1億円で物件が出てるとしますそうするとね相場が1億円の不動産を7000万で買うと これ普通に考えて難しいですよね。なんでそんな安く売んなきゃいけないのって世界なんで、まあ、これはなかなかしんどいとで。普通の人は相場が1億円だと思ってるけど、まあ、実は1億3000万円で売れる不動産をそのまま1億円で買うと。まあ、これ度胸いりますよね。いや、それ本当に売れんかい、堀君って感じですよね。で、あるいは、リフォームで付加価値をつけて高く売ると。 ね、これ大抵こけますね。1億以上も出す、えー、不動産を買う人に趣味の合うリフォームなんてね、できるセンスのある人はめったにいないんで、まあ、大抵こけます。じゃあ、ね、あの右から左に流して儲かる物件なんて買いたいじゃんってことなんですけど、この ABC の折衷案でね、まあ、なんとか、えー、儲かる物件を仕入れるわけですね。で、その検討にかかる時間ですが、 ま単に仕事として取り組んでいる普通の営業と好きで取り組んでいる私の違いが明確に出ました、まあ、そのおかげで私はま2時間しか働かなくて済んだってことですねでこの仕入れる物件情報は仲介業者からもらいますで普通の営業は不動産を買おうとした時にまず往復2時間かけて物件を見に行きますで次に2時間かけて相場を調べます、ね、レンズとかの制約とか売り出しとか調べられるんでそれで相場を調べます そして1時間かけてね内装はどうするのか、えー、どうしようかなとかね、えー、広告はどうするんだとかっていう販売屋を考えますそして1時間かけて上司に仕入れというか相談しますそんで上司が OK だったら社長の OK をもらって業者にいくらなら買えますっていう風に値段を伝えますで一方私は不動産を買おうとした時に概要を聞いて Google マップと Google ストリートビューで場所を確認して5分で業者に値段を伝えます このね、えー、別に見に行かなくたってその場所大抵分かるしね、行ったことないとこでもあの近くで、はこの感じだったらどうだなっての分かるんで、まず見に行く必要がないと。で、2時間かけて相場ね、これもともと頭に入ってんで調べる必要もない。内装をどうするのかっていうのも、まあ、物件の概要と場所を見ると大体思いかぶんで、これも別に考えるのに1時間もかかんない。で、えー、上司にね、 相談するまでもなく、もう OK だったら説得するって決めてるんで、この上司に相談とかなんとかっていうのはなしで、値段が取ったら、もう社長なんとかね,ねじ伏せるというか、解き伏せるという形でやるんでね、もう5分で伝えます。だから、普通の営業が1日2件検討するとしたら、12時間、12時間も働く人いなかったんで、怠けた会社だったんでね、逆に2件検討するとしたらね、最低2日かかると。 そこを私は10分で返事できるわけですから、まあ、当然働く時間は短くて済んだ、ね、そして仲介業者から見てもね、えー、なんとか数字をすぐに欲しいから安くてもね、えー、売り主を丸め込んじゃおうと思って、えー、値段出せって言ってるわけですからそれは明日とかね社長がいないんで明後日とか言ってるのと5分でいくらなら買えますよと言うんだと全然印象が違いますね、まあ、そんなののおかげで ま私がいた会社はね、無限エステという会社、デグエンエステートという会社だったんですけど、営業は50人以上いました。で、成績は私が売り上げ12億円でトップ。で、2位の売り上げは2億円以下と、ね。働いてないのにこんなに差があるのかいということなんですけど、まあ、これが結局、興味があるものを扱ったかどうかの差なんですね。片や1件の値段出すのに6時間。ってことは、1日1件しか返事できないわけですね。 かたや、えー、5分で済んじゃうわけですから5分だったらね、えー、なんなら1日5件でも10件でも返事が可能とで働く時間は短いのに返事はすぐできる、ね、かたや、えー、働く時間長いのに返事が遅くてますます買えないという状態でね、えー、まあこれだけ楽して、えー、楽してっていうかねその前に好きで知識と、えー、時間と経験を積んでるからなんですけどまあ 実際、その働いている時点においては、まあ、2時間しか働かない私が、まあ、普通に働いている人たちが全然叶わない数字を上げてきたとこれは別に私の不動産転売の自慢話をしているわけじゃなくてこういうふうに、ね、好きでもともと興味があって経験の蓄積している場合にはその物件の比較検討というのは楽できるわけですね。 で実際今やろうとしている輸出ビジネス転売もすでに何かのジャンルだと誰かが経験の蓄積をしているわけなんですねでその人に勝とうとした場合は、まあ、私の不動産の数字に置き換えると、まあ、6時間は720分なので5分の144倍だからプロが10商品見てね1商品儲かる商品を見つけるのであれば全く興味なくて新しいジャンルで商品を探すんだったら 144倍の1440商品見比べて1商品見つかると。でしかも、えー、興味がないと経験の蓄積が進まないのでずっとこの調子です。でえー、慣れてきたからね、えー、30商品に1個見つかるようになったとか20商品に1個見つかるようになったっていうふうには大抵なりません。永遠に1440商品見つけて1個見つけると。でこのねえー 1>, 1商品見つけたのは興味がある人にとっては簡単に10商品見て見つかるわけですから次から次へと穴場だと思った商品が後から乗っかってきた人に取られるというかライバルが増えていくってことにもなります。そんなわけでね興味が持てるジャンルを選んだ場合は初めは1440商品でも経験の蓄積が進むので早々に 144商品で1個見つかるようになり、72商品で1個見つかるようになり、36商品になると。でしかも、一件一件のチェック時間も短くなるんでね、えー、時間はこの、えー、1440商品見つけてたのが一番1商品あたりに、えー、比較するのに必要な時間は長いです。で逆に短くなれば短くなるほど、もっと短くなっていっちゃうと。ね、でこれ まあできるようになってくれば、できるようになってくればっていうかね、興味があるジャンルを選んで、ある程度、経験が蓄積下げれれば、あるいはもともと興味があったり、持ってたジャンルで商品を扱うことが可能になれば、もう店舗に仕入れに行った日にはね、持ち帰るのは無理という商品数を仕入れ可能です。また逆に、コレクションしてたものや興味があったもの、もともと持ってたものがこれ高く売れるんだって見つけちゃったら一番ラッキーですよね。初めから実商品に1個見つかると。 でこうなってる会員さんも実際いますね。自分でも商品相談されてて、まあ、よく次から次へとこういう面白い商品が見つかるもんだねっていうのもありますけど、まあ、そのほいほい見つけてくる人からはまあ決して難しいとか大変だっていう声は聞こえてこないですね。なぜなら難しいとか大変じゃなくて、えー、別に普通にちょろちょろっと見れば商品見つかっちゃうと。でいつまでもね難しいとか大変だと言って商品を見つけるのかまあ 難しいとか大変だって言ってるうちに、ね、商品見つけるのかっていうか実際問題見つからないんですけど、えー、見つからないのかあるいはね、えー、なんとか、まあ、これなら興味を持てるというようなものを見つけてそれを扱って、えー、どんどん楽できるように経験を蓄積していくのか、まあ、これはねやっぱり、えー、明確にもう あの違いますもう小手先のどうこうっていうよりもこのスタート時点でね何を選ぶ何を扱うって決めるのかあるいはね好きな商品を扱うって決めて、まあ、それに応じてやっていくのかと別に興味なんか持てなくたってね金になりゃいいんだよという形でやっていくんだってやっぱ全然結果違いますしね、えー、これをなんか分かりやすく。 える方法ないかなということで、まあね、だいぶ反感買う話だなと思ったんですけどねサラリーマンで2時間しか働かないとか、まあ、反感買うしなんか嘘くさいけど、まあ、実際、ね、本当の話だからしょうがないし、えー、商品探しとしてはまあそういう違いが出ると、まあ、逆にこういう違いが出るというのを、ね、サポートしていて通説に感じているので興味が持てる商品は使いましょうというのをたびたび言っていますんで。で まあ商品見つからないねと思った場合はねやっぱ結局この方向でやるしかないとね興味を持てる商品を見つけるしかないんだねというのをねえ分かっていただくかまあそうじゃないということであればね144倍やってえ経験を積んだ興味を持っている商品を扱っている経験を積んだプロに立ち写するには144倍やってやっと普通ぐらいというのをね念頭に置いてえ比べる作業量を増やしてほしいなということでね この動画を作りました。またこれについてはね、商品選び等は、まあ、スカイプ等を使ってサポートしてますんで、お気軽にね、ご相談ください。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。